今回はこれ欲しいに対する美食家の反応を紹介します。これ欲しい、何回やだな。ガロンつかもと、浄水するのが神すぎる。重そう。浄水すごいな。悪い物質やゴミはどこへ行くんだ。もしナマコが延々溜め込む生態ならそのうちヤバい汚染を撒き散らすのでは。調理失敗したフグクジラとかそこらあたりに転がってるし今更だろ。ナマコが栄養にするというより栄養にするために凄まじい勢いで水を溜め込んでからこしとって吐き出すのだろう。貯水用なほじゃ栄養になります。カタログでチンチンの断面図かと思った。だいたい 30kg のナマコ、片道2時間の水汲みをする地域とかだと神性能だろこれ。吸水力と保水力だけでもバグってるのに浄水機能まであるのか。神として祀られていいやつじゃん。トリコ10秒で30リットル吸うのもお手軽すぎる。お前はこの大きさで30になるのは持ち上げられなくなる可能性あるな。川までつなげておけよ。直に水取るんじゃなくてドブ川や池に放り込んでおけばよいのでは。海水吸って真水になるのかな。スレガは吸水性能が高いから持ち運びに便利なんだろう。カキみたいなもんか。質量どこ行った。10秒で30リットルは人力で考えるととんでもない効率だな。重金属汚染とかひどいことになりそう。キャンプ用品として最強アイテムだな。こいつが大量繁殖したら浄化されすぎて逆にヤバいことになりそう。そんな重たいものどうやって運ぶの。普通に吸い取ったら 30kg 以上あるんだろう。重くならないとは一言も言ってないぞ。個人的には 30kg は片手で持てるギリかな。貯水ナマコの群れをセーヌ川へ放て。 30kg ぐらいは普通に人力で運べ、台車とか使っていいから。綺麗すぎる水は生き物が住むのに適さないって話してたのこの漫画だっけ。まああの世界の住人なら 30kg ぐらい軽く持ち上げるだろう。ゴリラは語尾に UFO をつけろ。災害時でも安心。水はどうやって出すの。汚染水から栄養取ってるから清潔な水しかないところだと繁殖できないかもしれない。ありそうだけどどうだっけな。現実でも浄水性能上がりすぎて養殖にダメージ入って排水もっと垂れ流そうってのがあったと聞く。ナマコキャリーゾウムシ、貯水ナマコを背負う性質を持ち砂糖水で誘導できるぐらいの都合いい生き物がいてもおかしくない。トリコの魅力の4割くらいはこういう謎生物にあると思う。この後の発電するカメも使えるな。こうやって何かしら人に運搬されることで繁殖される稀有な生態になったのかもしれない。あと地味にエネルギー消費は少ないとか。スレガは違うだろうけどあの世界だと裏のチャンネルに保存してるとかもありえる。こし取った有機物はどうなるんだそれ。水が綺麗すぎてうんぬんは33グラミーの時だっけ。微生物すらいないから流木が口ずに残ってるとかやってた気がする。その後に蝶々水ナマコも出てくるよ。ちなみにナマコは年間14キロのうんこをするらしいから栄養にできない不純物は超うんことして出てくると思われる。でもこの世界ならそのうんこも食べると孵化した生き物いそう。お前はトリコ？トリコ世界っていうかファンタジー系の作品に出てくる創作生物とかの生態考えるの楽しいよね。すごいけど汚れはこいつに蓄積されるだろうから廃棄処分でめちゃくちゃ問題起こしそう。波の汚染物質なら栄養に変えるくらいのことはしてそう。それはそれとしてトリコ世界だからとんでもない廃棄物もありそう。トリコはこういう微妙に嫌かなみたいなラインの生物もバンバン出してくるのが逆にいいよね。キモ可愛い感覚というか。ノリチュ33グラミー編のデスフォールのあたりの話。職技とか極めたらモテるでしょう。持ち上げる力で水入れちゃいそう。こいつ自体は神性能だと思うけど、じゃあこいつのためにあの世界住みたいかっていうとまた話は別。水を大量にろ過した貯水ナマコはすごく美味しくなるとかありそう。脂肪やがん細胞を吸ってくれる魚風呂入りたい。人類に徹底的に都合の良い生き物から壊滅的に悪い生き物までよりどりみどり。多分汚い水をろ過すればろ過するほどうまくなる食材だけど、ろ過する水が汚染されてればされてるほどフグクジラみたいな毒袋が生成される。貯水状態の方がうまいけど下手に砂漠とウォーターカッターが飛び出るとかありそう。実際にいたら便利だろうな、良いなって気持ち抱かせるのはフィクション作品のワクワクの醍醐味っていうか。やたらと話題に上がる骨なしサンマとか。パリパリで美味しい味付けのりなんだろうけど虫食うのは何回や。30リットルは多いんだけど水道としてはちょっと心もとない気もするな。何匹も飼いがいるならいいが。生臭そう。エビカに食えるんだから美味しけりゃ平気でしょう。虫食に関しては文化の影響だろうから、うまい虫が当たり前にある世界ならまあそんな意識もされないんじゃ。根元から食に関しては貪欲だろうし、あの世界そんな世界で下手者扱いされるお尻かじり虫。
この世界なら超清潔な水でないと生きれない魚とか出てきそう。災害時に役に立つというか今は結構欲しい。書き込みやってる場合じゃねえ。電気ガス水道のないエコな生活と歌ってこれ出てくるのひどい。ワンピースのでんでん虫みたいなもんそういうやつがいますっていうの割と好き。貯水したら 30kg の重さになるのかな。3度リコの花粉くらった時に水分補給に使ってたな。重くても水は必要だからな。便利そうだけど重さも30リットル分になるんでしょう。微妙じゃない。火はマリモ電気は亀で生活してるんだよな。この村この村とトリコの腕くっつけたところは一度行ってみたい。ガス供給できる生物もトリコ世界には絶対いるだろうけど、そのガス絶対おならだよなという確信がある。そのものが同じページにいただろう。アフリカに寄付しても速攻焼いて食われそう。川からナマコ道を通ってそれぞれの家の台所まで来てくれるのだろう。ライフにいた時のトリコみたいになるぞ。給水タンクで30リットル運ぶよりはかさばらない群落だろう。 30L 溜め込むのはいいんだけど運搬大変だな。醤油バッタは勘弁してほしいかな。ラインをちょっと超えてるな。キッコーマンの真空醤油でいいやってなる。こんなご都合生物でも川であって海水は無理なんだな。亡くなった赤ちゃんの体の中からこいつが出てくるんだよね。トリコ世界なら醤油製造技術もリアル世界より先行っててもおかしくないのに、バッタの背中の体液そのまま使うとか天然信仰が強いというか雑な部分もあるよね。バッタねじったり壺狙って押すと黒い汁出して、それを醤油って呼ぶ文化がガキの頃あったが、あれ全国的なものなのだろうか。多分全国的なやつはとくくったらどうもゲロに近いものらしい。グルメトイレ、このトレイに流された排泄物は数十秒で無味無臭無害の粉になる。地面にうずめれば1日で生分解されるぞ。人間界でどんだけ頑張ろうとグルメ界の生物の方が上位みたいな感じしてるからな。まずいからグルメ界の化け物どもが来ないみたいな設定あるし、素手で握ったら肌ガビガビになりそう。無味なのを確認したやつがいるんだ。蝶々水ナマコもいたよね。人工物みたいな料理が身としてなったりする世界なのに、そんなとこ気にして読んでる人いたんだ。不意に持ち上げると腰いわすやつだ。30リットル、この漫画だと 30kg なんて軽すぎて負荷にもならないよな。センチュリースープみたいにレシピ登録しなかったけどとかある世界なんだから、調味料から凄腕の職人が作ってたりとかありえそうだなとか思ったの。小松くらいなら 30kg でも火こらしながら運んでそうだが、グルメ界にある上位互換のナマコだな。天然信仰というかシンプルに天然の食材のポテンシャルが高すぎる。メルクの星屑とか麻薬一歩手前の旨味成分含んでるし。30リットルって風呂入るには5体くらい必要なのか。センチュリースープ以外ではあんまり複雑な調理の描写なかったもんな。食材の味生かす方がいいかと思えば料理人の強さや技術味付けでランクがついてたりするけど、こいつを直接食うのはダメそう。浄水されてても難解やな感じがする。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。